ウキタ秀家イエ、ウキタは、安土桃山時代の武将、大名、豊臣政権下の末期の後大老の一人で、家督を継いだ、幼少時から終始秀吉に徴用されていた。通称は、備前最小。父、直家の第二、下国城で、戦国大名となったウキタ氏の、大名としての最後の当主であり、関ヶ原の戦いで西軍について敗れ所領を、失うまで、 微前岡山城主として、微前、三正坂、微中藩、張馬三軍の五十七万四千国を領主していた。元気三年、1572年、微前国岡山城、岡山県岡山市北区主の浮き葉直家の次男として生まれた。通称は八郎を称した。天正九年、1581年に、父、直家が病死。天正十年、 1582年、当時浮田氏が従属していた織田信長により本領を安堵され、家督を継いだ。直江の死後、浮田軍は、信長の命令によって、中国遠征を進めていた、橋場秀吉、豊臣秀吉の遠征軍に組み込まれ、秀吉による備中高松城攻めに協力した。ただし、秀家は、幼少のため、叔父の浮田忠家が代理として、 軍を率いている。また、戸川秀康や小佐船育ちか、岡俊勝、この三人は、浮っきた三郎と呼ばれた、ラナオイエ以来の重臣たちが秀家を補佐した。6月2日、秀家11歳の時本能寺の変が起こって、信長が死去する。このため、秀吉と毛利輝元は和睦することとなり、秀家はこの時の所領安堵によって、 微中東部から見まさか、備前を領有する大名になり、もう年家の監視役を務めることとなった。元服した際、豊臣秀吉より、州の字を与えられ、秀家と名乗った。秀吉の寵愛を受けてその勇士となり、天正16年、1588年以前に、秀吉の幼女、前田利家の娘の郷姫を正室とする。このため、戸様ではあるが、 秀吉の一門衆としての扱いを受けることとなった。天正十二年、1584年の小牧、長久手の戦いでは、大阪城を守備し、西賀州の侵攻を撃退した。天正十三年、1585年、3月に、奇襲征伐に参加した後、四国全米では、佐抜へ上陸し後に、阿波戦線に加わった。天正十四年、 1586年の九州征伐にも、豊臣秀長の元毛利輝元や宮部慶順、東道高虎と共に、日向戦線に参加した。天正15年、1587年、秀吉から豊臣政、本政と橋橋、明治を与えられる。天正18年、1590年の小田原征伐にも参加して、豊臣政権を支えた。 文禄元年、1592年からの文禄の役には大将として出陣し、李氏朝鮮のと、ハンスンに入って、慶喜堂の平定にあたる。翌文禄2年、1593年1月、李女将率いる民軍が迫ると、平定官の戦いで、小早川高景らと共に、これを破り、6月には、陳樹城攻略を果たした。これらの功により、文禄3年、 1594年5月20日参議から十三未見中納言に少女した7月20日辞任。慶長2年、1597年からの慶長の役では、毛利秀元と共に官軍として再都会し、左軍を率いて南原城攻略を果たし、さらに進んで全羅道、中西道を接見すると南岸に戻って順天山都城の築城に当たるなど活躍する。 慶長三年、1598年、日本に帰国し、秀吉から五大老の一人に任じられた。そして八月、秀吉は死去した。秀吉没後の慶長四年、1599年、重臣だった戸川通康、岡砂達奈良が、秀家の側近の中村次郎兵衛の処分を秀家に、迫るも秀家はこれを拒否。中村は、前田家に逃れ、戸川らが、 大阪の屋敷を占拠する、いわゆる浮田騒動が発生した。秀家は、この騒動の首謀者を、戸川徹康として、その暗殺を図るが、秀家と対立していたいとこの浮田戦か、後に、坂崎直盛に、海明が、徹康を代わって、大阪玉作りの自邸へ立てこもるに至り、両者は、一触即発の事態となる。騒動の調停は最初、 越前鶴ヶ城主の大谷義継と徳川家康の家臣である坂木原康政が受け負ったが、康政は伏見財判の任期が終わっても居残り朝廷を続けた、結果、国元での政務が滞ることになった。そのことで、家康より叱責を受け、康政は国元へ帰ることとなる。秀家、戸川らの対立は解消されず、義継も手を引かざるを得なくなった結果、 家康が裁断し、内乱は回避された。戸川らは、竹に手預かり、失居処分となり、花房正重も、浮竹を出本した。この騒動で、戸川、丘、花房ら、代替わりはしていたがな家以来の優秀な家臣団一門衆の多くが、浮竹を退去することとなり、浮竹の軍事的、政治的衰退につながった。 なお、上記の三名はこの後、家康の家臣となっている。浮っき騒動の原因は、秀吉が没して世情が不安定な中、浮っ家の姿勢であった重臣をサフネズナジカや、豪姫について、前だけからやってきた浮っき家臣としては、新参者ながら、秀家に徴用された、武行人、中村郎兵衛らの戦王に対する他の重臣たちの不満といった、 家臣団の政治的な意分に加え、ヒデの素行に問題があったことや、さらに、ウキ家では、日蓮宗との家臣が多かったが、ヒデエは郷姫がキリシタンであったことから家臣団に、対して、キリシタンへ回収する、よう命令するに至ったためとも言われる。しかし、離反したいとこの坂崎直森は敬虔なキリシタンで、あり、ウキタヤ中で、キリスト教入信を圧戦し、 重心の赤島さのりなどを入信させたのは、直おり本人である。これにより、キリスト教徒と日蓮宗徒との圧力というのは、考えにくく、またおさふねつなじかは、浮竹不けの家臣であり、不だ家臣と前だけからのご含みとの対立との構図も、外れており、背景の詳細は、よくわかっていない。秀吉没後、後を、追うように、 豊臣秀頼の貢献役だった岐阜の前田利家が、慶長4年、1599年に死去すると、豊臣家内で、武断派の加藤清正、福島正則らと、文治派の石田三成、小西行きながらとの派閥構想が表面化した。これに乗じた後大老随一の実力者、徳川栄康が、豊臣政権下における影響力を強めることとなる。そして、 清正武藤花七将による石田三成襲撃事件が勃発した際には、秀家は佐竹義信と共に、三成を救出した。慶長五年1600年、家康が藍津征抜のため出兵している気を見計らい、石田三成と毛利輝元は打倒、家康のために挙兵した。秀家は、西軍の副大将として、石田三成、大谷義嗣らと共に、 家康断罪の激文を発し、西軍の主力となる。伏見城の戦いでは総大将として参加し、攻略、その後本隊と分かれて、伊勢国長島城を攻撃した後、美濃国王が議場に入城し、西軍本隊と合流した。関ヶ原の戦いにおいても、西軍主力、西軍の中では、最大の1万7千人として戦い、東軍の福島正則隊と戦闘を繰り広げた。 しかし同じ豊臣はじめ門である小早川秀明の裏切りで、西軍は総崩れとなり、ウッキタ隊は壊滅した。関ヶ原の後、ウッキタ家は家康によって改役されたが、秀家は伊吹山中に逃げ込んだ。この時、落ち武者狩りの矢の五右衛門に遭遇するが、五右衛門は秀家を自宅に約40日もかくまった。五右衛門の子は、屋敷のあった場所に、現在も居住し、記念碑が立っている。 とする話が伝わっている。秀家は、慶のうずまさに潜伏したが、京都諸市大の奥平信正に発見されるがしかし、逃走に成功。同じ西軍側であった、島津義弘などを頼って、薩摩国に落ち延び、牛根里、現在の鹿児島県樽水市にかくまわれた。後世の変である、常山治ま団では、薩摩に逃れ停発して、聖母とさらに休復と合したとしている。 この時、秀家が、島津市に兵を借り、琉球を支配しようとしたという伝説が残っている。しかし、島津市が秀家を庇越しているという噂が広まったため、慶長8年、1603年に、島津忠常、吉弘の子によって、家康のもとへ身柄を引き渡された。なお、身柄引き渡しの際に一緒についてきた家臣2名を、島津家に、士官させるが、このうちの一人、 本郷義則は、薩摩の日置流休日師範の祖、東郷獣、なおの最初の休日の師匠となる。島津忠恒、並びに、園石の前田と品川の懇願により資材は免れ、駿河国久農山へ遊兵される。慶長十一年、1六百六年四月、同地での公式史上初の留任として、八条島へ入るとなった。八条島では名字を、うきた、郷を、 久し福と改め、妻の実家である、加賀前田氏、浮田求人であった、花房正しらの援助を受けて、初期には秘密裏に、晩年は公に各年七十票の援助を得ることが、幕府より許さた50年を過ごし、高貴な身分も、相まって、他のルニよりも厚遇されていたとも伝えられる。また、八丈島を所領としていた元家によく招かれ、縁を楽しんだ記録が残っている。家は、 宋福寺の住職も兼ねている。この寺院は、浮っ家の菩提寺である。また、元奈2年、1616 16年に秀家への刑が解かれ、前田俊常から秀家に、前田家から十万国を分け与えるから、大名へ復帰したらどうかとの勧めを受けるが、秀家はこれを断って、八丈島に泊まった、とも伝わる。八丈島での生活は、不自由であったらしく。 偶然嵐のため八丈島に退避していた、福島正則の家臣に酒を恵んでもらった話や、八丈島の大官におにぎりを地層してもらった話、飯を二杯所うし、三杯目はおにぎりにして家族への、土産にした説も、ありなどの逸話が伝わっている。また、秀家が島で、水救助、現地妻を置いたかどうかについては、全くわかっていないが、その記録が一切ないことから、 水救助を置かなかったと考えられている。明暦元年、1655年11月20日、死去。去年84、この時すでに、江戸幕府第四大将軍、徳川家綱の地位制であった。墓は、東京都八条町、大河合の稲葉墓地、前田家初演の東京都板橋区板橋の丹、船山屋工事東工事、同じく、 石川県金沢市野町の宝池山区独院レン寺などにある。法名は、御子と光院伝終月久し福大古寺。性室、郷姫の法名は稀勢院殿命室保ぎ、広大禅城に。大名の浮田家は滅亡したが、秀家と共に流刑となった長男と次男の子孫が、八条まで血脈を伝え、後に分家、浮田を昇すが三夜起こった。明治以後、 喜北一族は斜面となり、元、加賀藩主舞田市の庇後のもとで、東京、本土の前田家の土地に移住したが、そのうち何名かは、数年後に、八丈島に戻った。この島に戻った子孫の家系が、現在も、秀家の墓を守り続けている。秀家が釣りをしていたと伝わる八丈島、大河郷の南原海岸には、西、イッコール美全国を望む秀家と郷姫の石像が、 立てられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。